原発いらない。ありがとうございました。ただいまより抗議集会を始めたいと思います。まずはじめに経産省に対して怒りを持って抗議します。と申しますのは、本日参加されている仙台の女たち、あ、ごめんなさい、鹿児島の女たちと福島の女たちのそれぞれの要請書をですね、経産省に手渡そうとしたのですが、受け取らない、受け取りを拒否されました。なんということでしょう。許せない。私たち国民の真の声を聞き、行政を営むのが経産省だと思います。私たち国民の声に耳を傾けず、ただひたすら原発推進に走っている経産省には心よりの怒りとともに抗議します。それではまず最初に、原発いらない福島の女たちから駆けつけてくださいました大河原達子さんに発言していただきます。皆さん、福島からやってきました大河原達子です。私の仕事は有機農業です。有機農業でいろんな野菜を作って、私たちは我が家の経済を支えてきました。これ間もなく4年になるんですが、3月15日、福島原発の第2号炉が大きな爆発を起こして、汚染の雲が福島県を覆い込みました。その影響で、私たちのエリアも被爆しました。一切の農薬も化学肥料も入れないで、ずっと野菜を作ってきた私たちの田んぼや畑は、汚染されました。でも間もなく4年になるのに、私たちの状況はあれから全く変わっていません。野菜は売れなくなりました。我が家の経済はめちゃくちゃになりました。政府からも東電からも詫びの言葉は全くありません。自分たちで何とかしろと。私たちは原発を受け入れた記憶は全くありません。知らないうちに福島というところに、私たちの大切なふるさとに原発が次々とできて、日本の経済を支えるためにということで、関東にどん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 電気が送られました。そしてあの事故が起きて、被害は大変なものです。いまだに12万人以上の人がもうふるさとには帰れません。そういう状況がどん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 忘れられていく、それが本当につらいです。仕事を奪われちゃった人たちや、ふるさともうなくした人たちがたくさんいるんです。そのことを日本の皆さんはもう忘れようとしている。だから再稼働なんていうことを平気で言うんです。あの福島の原発のボロボロの前で、ぜひですね、関係者の皆さん、政治家の皆さん、再稼働できるのかどうか宣言してみてください。できるわけないんです。私は去年の6月に初めての孫を得ました。かわいかわいい息子です、孫息子です。その息子に残したいのは、これ以上の核廃棄物ではないんです。エネルギーはいろんな方法があるはずなんです。日本人の英知、人類の英知をもってすれば、自然エネルギーでなんとかやっていける、それだけの覚悟を持つべきなんです。ドイツもやめたぞ。
うです。ドイツの人たちに私は言われたんです。ドイツは30年かかって脱原発を決めた。でもその一番のきっかけになったのは福島原発の事故なんだ。その当事者の日本がなんで再稼働できるんですか。再稼働したらまた廃棄物が残るんです。地元の方々は経済のために再稼働してほしい、原発をまた動かしてほしい、そう言いますけど、廃炉に40年も仕事はできるんです。同じように被爆はしてしまいます。でもどうして原発がない方向に持っていこうとしないのか、大きな大きな力を感じています。嫌な力です。どうか福島を最後にしてもらいたい。もし日本でまた同じような地殻変動の影響がどん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 出てくると、地震の大きな動きの中にまた日本は入ってきたと言われています。どこでどういう原発事故が起きるか分かんないじゃありませんか。もう一回同じような事故が起きたらもう日本は終わりなんです。どうしてその危機感が持てないんですか。未来の子供たちに孫に何を残すんですか。私はその一点でこれからどれだけ人生が残ってるか分かりません。でも抗議する声はやめません。こんな国絶対間違ってます。終わります。ありがとうございました。福島では今なお住民連合の方々が苦難の避難生活を送られています。関東圏でもホットスポットと言われる地域で子どもたちが今も放射能汚染にさらされています。正しい知識が与えられないために子どもたちは無用な被爆を強いられています。私たちは次の世代にこんな核のゴミを残すわけにはいきません。今全国で原発は一機も動いていません。私たちはこの日を次の世代に継いでいかなくてはなりません。そのために経産省前テント広場存在します。では経産省前テント広場代表渕上より発言をさせていただきます。女たちに対する連帯の発言でございまして、経産省に対する連帯ではございません。福島の町政の皆さん、お疲れ様です。先ほどのお話にもありましたように、日本人はすべからく、とりわけ経産省は再生可能エネルギーで今後の日本のエネルギーをやっていくべきだという、そういう覚悟を持つべきだというふうにお話をされました。全くその通りだろうと私は思います。経産省は、あるいは国がなぜ原子力発電所の再稼働を急ぐのか、これが全く見えてこないのであります。なぜなんですか。経済のためですか。お金のためですか。いずれにしても同じことです。福島の女性たち、そして3月11日のあの深刻な被害を受けた日本の多くの人たちが、原発は極めて不完全なものである、常に大きな事故の可能性がつきまとう、大きな事故がすでに1回起きてしまった以上、これから先もその可能性は大いにある、だから再稼働はやめていただきたい、そのように願っているのです。伊達や水郷じゃありません。命をかけてそのような願いが今行われているにもかかわらず、国や経産省は経済のためか、お金のためか、もっと直接的に言えば財界がそれを希望するからというようなことで再稼働をしようとしている。絶対に許されることではありません。この経
生産省あるいは国が我がテントの撤去に今地道を上げて裁判所と結託をして、このテントがすでに3年を超えて経っているのが気に入らない。なぜ気に入らないのか。再稼働に反対しているからです。原発の再稼働に反対をしているからです。賛成だったらこのテントはずっとあるでしょう。反対だからです。そういう経産省地方国挙げての再稼働原発の推進に対して私たち国民は心から反対をし、みんなで手をつないでこの運動を引き継いでいます。私たちはこれから先も断固として再稼働に反対するでありましょう。仙台原発が最初のターゲットになっているようですけれども、地元の同意も得ない。地元の同意は市長と知事だけでよい。そのような仙台方式を編み出し再稼働を急いでいる。ところがなかなかそれも簡単にはいかないというのが現状です。再稼働が自身が3月になるのか4月に連れ込むのか5月になるのかいろいろあるでしょうけれども、ともかくも闇雲に向かって再稼働に向かっているこの事実に対して私たちは本当に力を込めて反対をしていくつもりであります。これからも断固として国民的連帯のもとで戦っている行く決意を表明し、絶対の挨拶に返したいと思います。よろしくお願いします。続きまして、原発いらない福島の女たち、福島から駆けつけてくれました橋本亜希さんより発言いただきます。水産省の皆さん、こんにちは。私は福島県郡山から来ました橋本亜希と申します。もう4年になろうとしている311が来月来ます。それで私たちは何にも変わらないで脱原発、原発やめるんだっていうことを運動しても4年目になろうとしています。私たちはそれ以前にもやってた人もいっぱいいますし、私もやっていました。原発はいらないんだっていうことを。でも経産省の大臣って何人変わったんでしょうか。それで私は今宮沢経産省大臣とかいう人はあまり知りません。前の小渕優子さんの時も来ました、文句言いました。でも私たちが名前を大臣の経産省の大臣の名前を覚える暇もなくコロ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 変わっています。それで大臣は辞めても痛くも痒くもないわけですね。私たちは途中で辞めることはできません。一緒に変わることもできません。私たちは個人個人で来ています。そういうことをよくよく考えてください。今ここにいる主演さんだか文房の人たちもひどいじゃないですか。私たちがここで何をするとして思ってるんですか。このチェーンで作業するって、私たち以外にもお客さん来てるじゃないですか。その人たちに対して失礼だと思わないんですか。中には足の悪いおじいさんおばあさんだって言います。私もおばあさんの部類にはなってきちゃいましたけど、本当にあっという間にそういう部類ですけども、それで私は311の3月なんだっけ、2011年の3月に1月の下旬に孫が生まれました。その孫はもう4歳になりました。その間に何が変わったっていうんでしょうか。子ども被災者支援法っていうのが法律でできているって言っても名ばかりで全然中は稼働されていません。子どもたちを守らなきゃ日本だって成り立たないじゃないですか。そこで聞いてる主演さんにも私は言っといて、自分たちの生活がかかってると思いますけども、私たちは別にあなたたちに文句言うんじゃないです。その中で私たちはこの経産省に物申したいっていうのは、原発が稼働しなければ日本の経済は成り立たないっていう、そういう経済断念にも文句言いたいのです。それでしょうがなくてここに来て喋っています。本当だったら大事に時間に喋りたいです。でもそれさえ今拒否されています。その拒否するのはどういう意味なんでしょうか。私が憶測するには、みんな喋るのが面倒くさいっていうことじゃない。
違反になりません。あと高浜原発も 2,3 日中に合格発表するみたいなこと言ってましたけど、高校の合格発表じゃあるまいし、そういうことはやめてほしいです。いかなる場合でも私たちは阻止する力で やりますので、皆さん覚悟しておいてください。オリンピックの名のもとに安倍首相は世界に向かって大きな嘘をつきました。原発はアンダーコントロール、もしかしたら英語わかんないのかなと私思いました。世界中の子どもたちに首相が嘘をついていいと、子どもたちにそういう教育をしてるんですよ。恥ずかしいと思いませんか。はい、ではここでですね、経産省に対して原発が福島の女たち、それから鹿児島の女たちが要請書を出しておりますので読み上げさせていただきます。2015年2月4日原発いらない福島の女たち、私たちは東京電力福島第一原子力発電所事故の被害者として、仙台原子力発電所の再稼働を許さない、原発いらない福島の女たち、私たちは東電福島原発事故による被害を受けた後も福島に居住せざるを得ない者、また放射能汚染された地を離れて他の県に住むことを余儀なくされた者たちである。とどまる者も避難した者もどちらも様々な困難の中を生きている。原発事故がなかったらこのように人生を狂わされることも、今後何世代にもわたって広範囲に放射能汚染とその被害が続いていくことはなかったはずである。戦後最大の公害事件であるのに、原子力発電を国策として推進してきた国の責任が問われず、巨大津波の可能性が早くから指摘されていたにもかかわらず、経済性を優先させて予防策を講じなかった東京電力の責任も追及されていないため、事故原因の徹底的な究明がなされていないばかりか、事故後4年が経とうとするのに収束の目処すらついていない。今現在も大気中や海洋には大量の放射性物質が漏れ出して汚染が続いている。福島県では仮設住宅や借り上げ住宅で先の見えない不安や経済的な困窮、コミュニティの分断などから精神疾患が増え、自死も被災3県の中では一番多く、現在も増え続けている。そして放射能汚染によってなりわいを奪われた人たちが除染や廃炉作業などの被曝労働に就かざるを得ない状況にある。また福島県の県民健康調査によって、子どもの甲状腺がんの高い発生率が明らかになったが、国や県は原発事故との因果関係を認めていない。放射線の影響をより強く受けやすい子どもたちは、予防医学の観点からも被曝を避ける対策が取らなければならないが、子ども被災者支援法も健康診断や保養の制度化、障害にわたる医療費の減免などの施策は盛り込まれず、私たち被害者が望んでいるものとはかけ離れたものとなっている。ひとたび原発事故が起きれば、人々の生活の基盤を根こそぎ崩壊させ、生活のあらゆる部分に長期に影響を及ぶことが分かったはずだが、国と福島県は被害者の生活再建のために力を尽くすのではなく、除染し帰還させ復興路線を推し進めるため、原発事故による放射能汚染の実相と被害を過小評価し、安全
感している。原発事故によって被害を受け苦悩する人々の声に耳を貸さず、原発事故がなかったかのようにして推進される政府の原発再稼働方針に、私たち原発いらない福島の女たちは強い憤りを持って抗議する。原子力規制委員会は仙台原発再稼働の審査で地震学会や火山学会の警告を無視して噴火リスクは小さいと判断し、安全対策は新規制基準を満たしていると結論付けて再稼働の許可を与えた。原子力規制委員会の理念には、福島原子力発電所事故の教訓に学び、二度とこのような事故を起こさないために人と環境を守ることが原子力規制委員会の使命であるとあるが、福島原発事故の何を教訓としたのか。福島の教訓を学んだのであれば、地震や火山の噴火の可能性の高い、そして避難路が確保できない仙台原発の再稼働は許可できなかったはずである。私たちは、私たちと同じように原発事故によって苦しむ人々をこれ以上増やすことには加担しない。すべての原子力発電所の再稼働は許さない。以上です。続きまして、本日の抗議集会等々の準備に最大限の努力をしていただきました、たんぽぽ社の共同代表でいらっしゃいます鈴木さんよりお発言をいただきます。鈴木さん頑張って不安ですの共同代表と申します。原発再稼働に反対しましょう。たんぽぽ社は東京電力福島原発事故後、放射能測定や放射能の怖さを、私事ではありますが、私事でお話し言わせてもらえるならば、行政に頼らない市民で測れる唯一の測定器で、全部が送られてくる触診の山の中、毎日どこで寝たのかわからないほど測定し続けました。担当者にボランティアの方々が毎日早朝から深夜まで数十人の人が電話対応やら情報発信に精力的に貢献してくれていました。原発事故のことをみんなで学習し、チラシを配布し、講座を開き、皆と共に頑張ってきました。鹿児島、福島の方々が東京に来て講義をすることは大変なことです。担当者も毎週の金曜行動や全国の集会行動に参加してきました。これからも各地の人たちと手をつなぎ再稼働に反対していきます。テント撤去に抗議します。テントもたんぽぽ社も屋外屋内の違いはありますが、原発事故でみんなが原発をなくそうと声を上げてきました。広場は市民の声を大きくし、仲間を大事に育ててきました。再稼働を進めるためと撤去ではなく、国や東京電力が被害に遭った人たちを手厚く補償し、再稼働を断念した時に考えるべきです。今はまだそんな段階ではありません。テントは原発ある限り皆の声を世界に届けるシンボルです。断固撤去に反対します。よし、よじゃあ、経産省マーテント広場は本原発運動の可視化と情報交換、そして交流の場のために2011年9月11日に建てられました。
先ほど石上代表の方からお話を申し上げましたが、現在東京地裁で、スラップ訴訟、これは威圧恫喝口封じの裁判というふうに訳すんですが、それが続けられています。ここでちょっと広場の話をします。裁判の話をしますと、テント弁護団はその12月3日の、第9回口頭弁論において村上裁判長が2名が決心と言ったいう寸前にテント弁護団としては忌避を持ち立て、現在裁判は止まっています。しかし国の方は弁護団が出す忌避申し立てや特別抗告、抗告、いろんな手段を講じて対抗しているのですが、2月26日午後、第10回口頭弁論を入れようとしています。テント広場はこれに抗議し、2月26日12時半テント広場集合で、東京地裁法違行動等々に取り組んでいきたいと思いますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いいたします。それではここで原子力安全法違行動より大阪よりですね、古井正代さんが見えてますので連帯のアピールをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。経営財業用の未来予告をかっぽいって聞いてください。経済を優先して経済成長ばっかりを予想することは私たち障害者のペースを無視して、私たちはあってはならない存在というふうにします。高度経済成長とともに救命方法ができました。
ぞ。これら経済発経済成長ばっかりだということのようにしている社会が進んだことだ。これ以上この命を無理ゲーのように殺すもう耐えかのはあってはならないと思います。耐えかのは断固として反対します。終わります。よし、ありがとうございました。すべての命を守らなければならない、そういう責任が国、とりわけ経産省、あなたたちにあるんですよ。人の命をないがしろにして何が再稼働ですか。私たちは絶対に許しません。要請書を読ませていただきます。福島原発事故により多くの人々が豊かで住み慣れた地から避難を強いられ、大地、大気、水、森、海が放射能に汚染されています。福島原発事故の原因究明と事故処理もままならず、被災者補償、多発している子どもの甲状腺がんをはじめとする住民の健康影響、放射能汚染水や放射性廃棄物の処理問題など、あらゆる面で福島では負の遺産が山積しています。国と東京電力が一体となって事故と放射性被曝を過小評価し、事実の隠蔽さえ行い、誰も福島原発事故の責任を取っていません。田中原子力規制委員長が規制基準適合性合格は原発の安全性を証明するものではないと再三発言されたにもかかわらず、宮沢経産大臣の国が責任を持ちますをよりどころに、薩摩川内市長と鹿児島県知事は早くも仙台原発1時号炉の再稼働に同意しました。仙台原発を稼働させることは危険な使用済み核燃料を燃やし、過酷事故に対して誰も責任を取らない政策を繰り返すことであり、狂気の沙汰です。2012年福島原発事故を教訓に、次世代のエネルギー政策の全国的なパブリックコメントと意見聴取会を行い、その結果2030年までに原発をゼロにするエネルギー政策を策定しました。これは一定評価できることでした。しかしこのことは今難題化されていません。自民党政権になったからといって税金と労力、時間を使って大々的に行った意見聴取会の結果を生かさず、原発をベースにしたエネルギー政策をまだ継続しようという魂胆が分かりません。なぜ危険な原発再稼働を急ぎ、さらに税と命の無駄遣いで国力を低下させようとするのか、私たち女たちにはさっぱり分かりません。よって覇気を極めて速やかにかつ毅然と要請いたします。一つ、国民の財産と命を守り、地球レベルでエネルギー政策を構築する観点から、このまま原発を再稼働させず再生可能エネルギー政策に切り替えてください。二つ、老朽化した火力発電を効率の良いガスコンバインドサイクルの火力発電への建て替えを進め、原発廃炉の準備を促進してください。促進しろ。3つ、小児研究に
に力を注ぎ、省エネの技術向上と普及のため、国を挙げて省エネ展などを開催し、技術者育成に力を注ぐ政策を急いでください。以上、原発いらない鹿児島の女たち。それが言いますよ。何一つやってもらってないよね。福島に帰っても涙が流れるだけですよ。一つも良くないってないんですよ。汚染水は流れっぱなし、地下水も流れっぱなし、自殺者は多い、死ぬ人が多いんですよ。わかりますか？こんな辛い思いしてるんですよ。あなたたち暖かいとこに毎日そういうとこで仕事してるけど、仮設住宅とかああいう寒い中で暮らしてることを考えたことありますか？皆さんないでしょう。さっきも話ありましたが、子供の甲状腺のがんも110何人います。その中で80何人も手術しました。それもなんで放射能だと認めてくれないんですか？東電がこんな風にならなかったら、福島の子供たちも甲状腺のがんなんてこんなに発生しませんでしたよ。それも認めない。何でもそうです。安倍総理は何であんなに嘘つくんでしょうね。昨日おとといのテレビでも言ってましたよね。国民の生活、国民の命守る。私ら耳で来た時もその言葉言った時も何一つ福島県の人たちを助けようとしなかったよね。経済産業省、あなたたちは東電の中を調べてるんですよね。私たちは内緒で焼却炉を作ったでしょう。違いますか？そして私しました。たとえ燃やしてもいいですけども、煙から放射能出ないですかって聞いたんです。もしばらまかれたら困るから、じゃあ出ませんって言いましたよね。万が一見たらあなたたちは責任取りますか？ただ子供だけでしょう。責任なんか取る人誰もいませんよ。私たちも嘘ついたら私たちは責められるんですよ。あなたたちいいですね。誰にも責められない。そうやって生活できるからね。本当にいいと思います。私は逃げてきた時、東京に来た時、誰も知ってる人いません。それでテント広場にお世話になって本当に立ち直ることができました。なんでテント広場が撤去しなくちゃならないのか。なんでみんな私たちの被災者の逆なことばっかりしてますよね。よく考えてやってください。
にある薩摩川内市の、ごめんなさい、仙台原発の周辺1キロ以内にある相良市議会、こういうところはですね、仙台原発の廃炉道どころか廃炉を決議しています。その相良市議会の決議を無視して薩摩仙台市長と鹿児島県知事が仙台原発の再稼働を容認したということになっています。しかし現地ではですね、6割以上の住民が説明会の開催や再稼働に反対し、そして廃炉も求めています。生産省の職員の人たち、あなたたちは国民の声を聞きなさい。福島の声を聞け、そして仙台の声を聞け、全国の原発立地の声を聞け。それでは今日の参加者の中でぜひ発言をしたいという方がいらっしゃいましたら、お一人お二人、あ、実際にメンバーの方いらっしゃってますか？あるか。お知らせでございます、反原発自治体議員市民連盟、の、日野寺市議会議員をしておりますアルガと申します。反原発自治体市民議員連盟は地方自治体の議員と市民が共に作る団体でございます。毎年7月には福島は忘れないシンポジウムを現地で開催をし、そして、ツアーを組みながらこの被災地の現状、原発事故の深刻さ、それを体感をし、ぜひ原発のない社会を作っていこうと、そういう運動を地方地域に広げるために結成をしてきた団体でございます。皆さん、今年はこの4月に統一地方選挙が行われます。私たちのこの議員市民連盟にも多数の地方自治体の議員が加盟をしております。原発の問題、よく5キロ圏、10キロ圏、30キロ圏といろんなことが言われておりますけれども、あの福井地裁の判決を見れば、ほぼ日本全国の国民がこの原発問題の当該であるということを示しているのではないでしょうか。全国民のまさに問題なわけです。しかも世論は多数が原発に反対、再稼働に反対であります。経済産業省、国民の世論、国民の世論、ちゃんと耳を傾けなさい。私たちはこの4月の統一地方選挙において一人でも多くの原発に反対し再稼働に反対する議員をぜひ会に送り出していきたい、そう考えております。今日お集まりの皆さんの住んでいる自治体の中にも反原発再稼働反対を掲げる候補者が必ずいるというふうに思います。私たち議員連盟も一人でも多くの私たちの議員連盟に属する議員、そして再稼働に反対する候補者を当選させるために4月全力を挙げてこの統一地方選挙を戦い抜きたいというふうに考えております。皆さんもぜひご支援ご協力お願いします。共に頑張りましょう。以上です。ありがとうございました。再稼働阻止ネットそれで愛媛県の伊方原発の近くにですね、伊方の家というところで、地元の方と仲良く楽しく反原発運動を展開しておられます八木より発言を申し上げます。伊方の家の八木です。もう1年と2ヶ月になりました。伊方の家ができてから現在、夜
本連が2月中にいわゆる原子炉設置変更許可し補正申請書を出すということで、そして4月には規制委員会がいわゆる合格書といわれる、審査書を作成する、そして6月にはそれが確定する、そしてそれに直ちにその後、地元同意のプロセスに入っていくというようなことが言われています。現在波佐見崎半島や南予地域、この地域の中では今統一地方選を迎えて地方創生とか解除されたポスターが大量に張り巡らされています。そしてなんとその地方創生の第一弾が原発再稼働ということじゃないでしょうか。本当に何ということでしょう。どれが何が本当に再稼働になって原発地方が創生するのでしょうか。逆に地方を滅びるんです。ふるさとを滅ぼされるんです。そんなことを絶対に許すわけにはいかない。原発によって佐多岬半島の地域はどんどんと衰えさせられてきていきました。何十年にわたって衰えさせられてきました。その上にこの再稼働によって本当についには滅ぼされようとしているんです。そのことに対してなんとかそういう原発に依存し永住させられているその地域の構造を出してなんとか地域を作り変えていきたいというふうに頑張っている若い人たちもいます。そして伊方の家のある八幡浜は日本一のみかんの産地と言われていますが、みかん農家の人たちは圧倒的に再稼働に反対しています。その地域主から出ている市会議員に対して絶対にお前は再稼働に賛成に参るなよ、反対を貫けよというふうにいつも言っているそうです。そんなふうにいわばみかんと魚とそして観光と福祉で生きているこの八幡浜市の人たちがそういうふうに再稼働に反対しています。私たちはこの人々の地域の人たちの思いを意思を何とかして表現し何とかしてこの地元同意のプロセス、まさに偽の地元同意、地元を踏みにじる地元同意、これに対して立ちはだかっていきたいというふうに考えています。私たちは今そういうことの中から住民の中からもあるいは市会議員の中からももうこうなったら住民投票に訴えるしかないというふうな声が湧き上がってきています。なんとかその声を大きくしながら立ちはだかっていきたいというふうに考えています。そしてもう一つ最後に訴えます。私たちは仙台原発の再稼働が全国の再稼働の嵐の突破口になるということとして何とかしてそれを食い止めたいというふうにして戦ってきました。それは鹿児島の人たち、九州の人たちの思いとだけではなくしてまさに四国に住む私たちの思いでもあり、実際に仙台原発の河北事故は四国にも大きな影響を及ぼしてきます。そういうことも含めてこれまで仙台原発の再稼働を何とかして食い止めたい、それが伊方原発の再稼働を食い止める道でもあるというふうに考えて共に戦ってきました。何度も鹿児島の地を訪れて戦ってきました。そして今鹿児島の人たちから呼びかけられています。なんとか宮殿に再稼働のスイッチをさせない、まさに敵は宮殿に再稼働のスイッチをさせないということのために全力を尽くそう、そのために3月2日に宮殿本殿に押しかけよう、宮殿本殿に全国から押しかけて私たちの宮殿にスイッチをさせないという意思を本当に突きつけようではないかということが呼びかけられています。鹿児島ではさらにそれが
対する、三者教権の人たちに対する宮殿はもう一度説明をしろ、その人たちの同意を得るかどうかしろということで署名運動もやっています。私たちはその署名に協力しながら、それだけはなく私たち自身が自らの問題として、自らの意思として、何としても宮殿にスイッチをさせない、何としてもさせない、もうこうなったら宮殿本店に乗り込んで押しかけて乗り込んでいくしかないんだということで、3月2日の日に宮殿本店行動に取り組みたいと思います。どうか皆さん、全国からそうした思いを持って3月2日宮殿本店行動に結集してください。現在原発の再稼働を絶対に認めない、絶対に許さない、ボタンは押させない、そういう決意で私たちは臨んでいきたいと思います。最後にコールをしますが、その前に本日の行動および無事の行動について若干の説明をさせていただきます。担保護者の沼倉です。今日ご参加の皆さん、寒い中ありがとうございます。実はこの行動に先立ち、私どもは経済産業省大臣宮沢洋一宛で全国各地の要請抗議文を渡したいということで1週間前に連絡を入れております。ところが経産省は担当課がよくわからないとか、わけわからんような理由で返事を伸ばしつつ、最終的に今日受け取りを拒否しました。内閣府と規制委員会は対応しているにもかかわらず、経産省だけがこのような対応に大変怒りを持っております。そもそもこの福島原発事故を招いたのは経産省の原子力政策であったのではないでしょうか。さらにまた今再稼働を進め、ベース労働宣言などと称し原発政策を進めようとしているのも経産省です。私ども市民は担当課がどうのこうのではなく、経産省大臣宛てにこの原子力政策を直ちにやめてほしいと、原発はなくしてほしいという要請書です。私どもの要請は全国各地から原発現地の人々を含め、圧倒的な国民の世論のもとに行われていることをどのように考えているのでしょうか。強く抗議したいと思います。さて、今回の行動は鹿児島県議会の伊藤雄一郎知事、仙台原発においては命に関わるような事故が発生しない、この発言をもとに鹿児島県民をはじめ九州の皆さんが怒りに燃えて上京し、今参議院会館で3つの省庁を相手に申し入れ行動を行っているところです。この報告については本日の官邸前講義でお話があろうかと思いますが、明日議員会館、参議院会館行動で議員要請という形で詳しく皆様にも報告できるのではないかと思います。明日の天候心配ですが、ぜひこの場に集まっていただくことをお願いしたいと思います。最後に、今回の行動は我々市民ばかりではなく労働組合も含めて広範囲に行われております。ぜひ今日の4号宮殿東京支社東京電力本店抗議行動にこの場にいらっしゃる皆さんも駆けつけていただくようお願いし、私どものお願いとして一旦この場は、取り寄せて官邸前の抗議に移っていきたいと思います。ぜひ皆さん、寒いですけど最後まで頑張ってお願いしたいと思います。以上です。寒さなんかには負けない、私たちは今夜未来
には、きれいな空と海と森と山とたくさん残したかったのに、残せなかった福島の思いを伝えていかなければなりません。そして政府経産省に向かっては、情報を隠蔽することなく、正しく情報を開示し、危険なら危険、帰れなら帰れない、はっきり言うべきだと思います。では最後に簡単なコールをします。よろしくお願いいたします。プレートプレート原発はいらない、原発はいらない、仙台原発の再稼働を許さないぞ、仙台原発の再稼働を許さないぞ、したので官邸前抗議を始めたいと思います。コールをいきたいと思います。皆さんこんにちは、佐渡県佐渡川崎市民の池田と申します。今日は長丁場ですが頑張りましょう。命を大事にしたい安倍政権に、脱原発の声、再稼働阻止の声、ぶつけていきましょう。よろしくお願いいたします。せーの、再稼働反対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 、仙台原発再稼働反対、再稼働反対、命
ありがとうございました。池田さん、ありがとうございました。今日、進行、はい、お手伝いをさせていただきます。再稼働阻止、全国ネットワーク事務局の青山です。よろしくお願いいたします。今ですね、はい、内閣府でまだまだ、鹿児島の女たち、福島の女たち、今も続けてですね、抗議の、行動を続けています。今の時間は内閣府の役人も出てきているかと思いますが、それに声が聞こえるように頑張りたいと思います。今、この司会の進行を手伝っていただく、鹿児島と福島の女たちなんですけども、鹿児島はまだ出てきていまして、こちらの2人は橋本明さんと、そして私の隣にいらっしゃるのは、田村市にいらっしゃる、大河原幸子さんです。ご存知の方もいらっしゃるかと思います。今一緒に司会進行を手伝っていただきます。よろしくお願いいたします。ちょっと自己紹介とご自分の状況のちょっと一言お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。福島の女たちの大河原幸子と申します。本名が雪農業でして、原発の爆発によって大きな被害を受けたものの、一人です。はい、こういう状況の中でですね、もう福島原発はまだまだめちゃくちゃな状態で、もうどんどん毎日汚染水が出て太平洋を汚していますし、たくさんの被爆労働者を生みながら、廃炉ということになってるんですが、そういう状況の中で再稼働を進めようなんてのは全く、何と言っていいか許せないことだと思っています。世界の流れの中でドイツはもう原発を脱するということを決めました。でそこのドイツからいらしたお客様に、福島の事故があったから自分の国は脱原発を決定することができたと言われて、そしてその当事者である国が再稼働をまた進めよう、ましてそのトルコとかポーランドにですね、原発を売り込みに行くっていうのは全く許せない、そういう思いで今います。今日は皆さんと一緒に大きな声を上げていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はたくさん の方々がいらして見えていますが、日本だけではなくてですね、海外からも熱いメッセージが寄せられています。ちょっとご紹介をしたいと思います。長い文もあるのですが、短いものをですねちょっと読ませていただきます。原発いらない鹿児島の女たち、原発いらない福島の女たち、そして、連携して今日頑張っている全ての皆さんの連帯行動に海外から支援の声を送ります。命を最優先にする暮らしと社会づくりという目的、穏やかなネットワークと非暴力というやり方に心から賛同し、そのネットワークにつながります。皆さんの行動が多くの人の心を動かすことを祈ります。フランスよさものネットの方です。その他にですね、フランスから女性の方、そして、ドイツのですね、ドイツフライブルクの原発のない世界を願っての方、そしてドイツ、同じくドイツさよなら原発デュッセルドルフドイツ公益社団からも熱いメッセージをいただいています。では次にですね、大阪関電前抗議行動の古井さんから3分間のアピールをお願いしたいと思います。大丈夫ですか？こっち持って古井さんは障害者の立場から、原発のこととかですね、いろんなところで発言されています。お願いします。皆さん、こんにちは。こんにちは。皆さんは、原発が、10年以上爆発するということを、考えておられますでしょうか。
原爆は嫌な命と古い命を分けてしまっています。福島の人たちの命はどうでもいいというふうに置き去りにしています。これは子供の子供に無限の中に私たち商売家や介護のいる老人はいらないというようなそういう価値観があるからです。福島では老人の人を見つけないから置き去りにしたり、またこれから生まれてこようとしている子供たちを選別したり、そういうことの、そういうことの許さない、そういう戦いになければ、私たちの中から優先票を持ってしまってたら、生産票や雨やこの国や原爆と同じことになってしまいます。私たちは全ての心の中の幽霊人が何か一人で戦って再開を許さない戦いを繰り広げていきましょう。終わります。ありがとうございました。原発は命を選別しているというお話でした。思い出すのは仙台原発鹿児島の伊藤雄一郎知事の話ですね。避難経路もないのに、老人施設とかそういうところは今は何も計画がないけれども、もうそれはそのままにしてやってしまうという回答をしました。それから今とても深いことを言われました。それから生まれてくる命までをも、原発が選別していると、そういうところまで見て反対していきましょうという熱いメッセージでした。ありがとうございました。では次にですね、集団疎開裁判の方から、アピールをよろしくお願いいたします。皆さんどうもお疲れ様です。私たちは、福島集団疎開裁判の会と申すもので、福島の親子200人近くが、子ども拉致被爆裁判という裁判を起こしました。去年の8月29日一時提訴、つい数週間前に二次提訴をいたしまして、原告が200名近くになりました。私たちは東京でその原告の方たちを信じている福島集団疎開裁判と申します。チラシが、私たちはチラシを作って、今月から、今までは、日比谷あたり、あ、日比谷じゃ、すいません、文科省とか月夜橋でこのチラシとお配りして原告の皆さんのためにと思ってカンパを集めさせていただいてます。今年からは、渋谷に、移動しまして、日曜日にこのようなチラシを配りながら、若者たち、渋谷の若者たち、福島のことだけではない、東京も汚染されているということを拡散しております。でおかげさまで皆様から、このチラシ、このチラシ等も送ってほしいということを言っていただきまして、全国の方に今このチラシをお配りして資料として使っていただいてます。仙台の方たちにもこれはテントにも送らせていただきました。このような本当に福島のお母さんたちが今声を上げられないでいる、そういう本当に苦しい思いをしますので、そういう福島のお母さんたち、同じ思いを仙台の皆様、他の原発を近くにあるそういう方々の気持ちを皆さんも国も考えて、決してこのような同じような事故を起こさないように、再稼働などとんでもないことです。皆さんで頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。
熱いメッセージアピールありがとうございました。次にですね、仙台原発と仙台では同じなんですが、宮城県の仙台から、佐々木さんにアピールをお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、仙台から参りました佐々木と言います。宮城県では3月15日あ14日から国連防災世界会議というのが行われます。それでスタディーツアーとかって言って、女川原発の方にもなんかちょっと見に行くんではないかというちょっとツアーがあるらしいんですけれども、福島原発と違うと女川原発は優秀だと、なんかそういう風な触れ込みがありますけれども、女川でもなんか事故の後ちょっと線量が上がったんですね。なので福島由来 の放射能だっていう風に東北電力は言ってます。もう長野原発はもう放射能なんか漏らしてないし、ちゃんと安全を確保できたと言ってるんですけれども、1号機のそばのモニタリングポストの数値だけがなぜか一瞬上がったんですね。でも東北電力は一切放射能漏らしてないと言っております。そういうわけで東北電力に対して私たちは優秀な原発だっていうそういう宣伝には使ってほしくないなと思ってます。また低廃棄物の最終処分場ということで 3地域が候補に上がっています。カビ町、台湾町、栗原市ですね。でそこで汚染されてなわらなんかをそこに最終処分場ということになるんですけれども、ここはいずれも地滑りとか、大切な水源地とかで絶対作ってほしくない場所で、私たちもそれに対して抗議をしております。そういうわけでいろんな地域の皆さんと一緒に連携して頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。私も実は夫と人形劇の公演活動してまして、先日宮城県に行ってきたんですが、女川原発が全く影響がなかったっていうのは嘘だっていうふうに地元の方から聞いています。次にタンポポ社の柳田さんいらっしゃいますか。よろしくお願いいたします。タンポポ社の柳田です。再稼働の都市全国ネットワークもの方もやっております。今日50数名で規制委員会の前の抗議行動をやってきました。全労協の労働者の皆さんも加わりまして、規制委員会に対して各地の声をぶつけました。規制委員会が再稼働推進機関になっている、そして原発現地の声を聞かないで再稼働を推進している、このことに対する抗議の声を上げました。そしてその後こちらへ来たわけです。私は先日行きました先週の仙台鹿児島の集会のことと、今週行きました関西電力高浜原発のその2つの簡単な模様だけお知らせしたいと思います。九州の仙台原発では先週の同日、先々週ですね、3000人の大きな集会が開かれました。仙台原発の再稼働を九州電力のスイッチを押させない、止めるんだ、こういう決意がみなぎった集会で、スローガンも九州電力に再稼働のスイッチを押させない、再稼働のスイッチを押させない、ここに焦点が移っておりました。で、3000人近い人が抗議行動をしました。その前段に私どもも薩摩仙台市のグミ坂でテントを張って頑張ってる土上さんたち、テントの皆さんをみんなでバス1台で行って応援し、そしてゲート前でも抗議行動をしました。珍しくそのゲート前の抗議行動をNHK 鹿児島が取材に来て放送しました。はい、お昼のニュースと、我々午前中行動したんでね、お昼のニュースと夕方の6時2回放送しましたね。ですから NHK 中央は非常に
安倍の措置みたいな放送局になってますが、地方の現場ではそうやって良心的に普通にですね、私たちの行動を報道してくれる、そういうところもあるという点で、そういう点を一つだけ放送します。皆さんにお知らせしたいと思います。同時にこの1月24、25同日の時に、実は金曜行動の全国交流集会が開かれました。全国の金曜行動、鹿児島の半原発連合、岩井さんたちが代表者で、全国から100名近く集まりました。北海道の金曜行動のグループから、そして関西、四国、さらには九州の金曜行動のグループ、それから金曜行動とは言ってませんが、一日行動っていうのがあるんですね。3.11 にちなんで11日単位に行動すると、これもある意味では金曜行動と同じ意味ですが、そういう全国の集まりが100人近く集まりまして、で私ども再稼働阻止ネットも協力して参加して、初めて全国的な金曜行動の全国交流集会が開かれ、それが3000人の集会の前でですね、壇上に並んで7、8人が並んで、北は北海道から南は九州までずらっと旗を投げかせながら、仙台原発再稼働に反対と、こういう声を上げましたんで、当日私の目では一番拍手が多かった場だったなと思います。そういう点で九州仙台では着々と盛り上がっていると。そして今10万名の緊急署名を集めて、3月2日九州電力本店福岡にあります。ここで社長に対する署名と申し入れと交渉を行おうとしている、このことを伝えたいと思います。もう一つ、再稼働2番手と言われる関西電力の高浜原発です。そこに彼もいますけども、次の週1週置いて、今週の3日前同日ですが、関西電力の高浜原発で現地で頑張ってる京都、滋賀、福井、大阪、このグループが50名程度で車を十数台連ねて、高浜町と大井町を宣伝行動する。具体的には車で回るのと、ビラを撒くのと、署名を取るの、この3つの行動をやる、そういうことが伝わってましたので、私ども再稼働阻止ネットは東京圏から20名ぐらいで応援に行きました。先週のその九州仙台、鹿児島まで行って続いての行動だったんで、ちょっときつかったんですが、それでも東京圏から20名が行って、現地の50名ぐらいと合わせて70名近くで何千枚かのビラを巻き、そして署名を集め、そしてさらに一番の目立ったのは、大井町と高浜町でですね、乗用車を20台近く連ねて町を凱旋パレードしました。現地実行委員会の人は一生懸命こういう横断幕をですね、高浜原発の再稼働を許さないって横断幕を30枚近く作って、それをそれぞれの乗用車に貼り付けて、で一生懸命乗用車もゆっくり走ってでも、飛んじゃいますから大変苦労しながらでもやりました。雪とあられが降る中で多少震えながらですが、それでも2日間元気にできましたですね。そういう点で関西においても高浜原発、大井原発の再稼働反対の運動が徐々に大きく盛り上がってきている、このことを伝えたいと思います。一番手の仙台、九州電力仙台原発、そして二番手の関西電力高浜原発、そして三番手と言われているのが多分四国電力の伊方ではないかと、今日その伊方からも県会議員の方が見えて政庁前ではお話しされました。そういう点で一番手、二番手、三番手と言われるところで、それぞれ従来から比べるとずっともっと数が増えて、人が増えて、そして盛り上がってきている、こういう運動であります。原発なしで、ほぼこの4年間、日本はやってきました。東京なんかは4年間、3.11 からもうほぼ4年になりますが、原発電気なしで十分やれてます。
原発がない方が放射能は出ないし事故の心配もない、安全なんです。そういう点で原発電気なしでやれる再稼働なんてとんでもない、こういう声が一段と盛り上がってきている。この2月、3月、4月が非常に大事な時期ですね。5月ぐらいにやろうとします。この3、4ヶ月、この山場の時に、この全労協の労働者の皆さんも含めて、再稼働阻止ネットと、そして多くの市民が立ち上がって、そして福島、鹿児島の女性たち、そしてそれに呼応した福島の女性たち、それを応援する男たちが、こういう行動を今日と明日、2日間やることは全国の運動にとっても大きな励ましとプラスを与えると思います。そういう点で私たちのこの行動がさらに広がって電力会社、政府に対する再稼働推進反対のこの声を広げる、そういう大きな一歩が今日の行動だと思います。全国のみんなを激励しながら一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。とてもなんか力強いあの報告とアピールで、なんかだんだん寒くなってきたんですが、気持ちの上ではすごく熱い気持ちが流れていると思います。それでは福島の女たちからですね、橋本亜希さんにあのアピールをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、福島から来ました橋本亜希と申します。すいません、最近あの経産省前でもちょっと優しく緩く喋るつもりだったんですけど、なんかイライラして、あの私たちが別に乗り込んでいくわけじゃないのに何か恐れ多いようで、なんかいきなりチェーンなんかあの締め出ししてなんかムカムカして喋ってたら、なんかとんでもないことを喋っちゃったかななんてもあったんですけど、本当私たちいつも思うんですけども、こうやって原発さえ止めてもらえればこういうことやらなくていいわけなんですよね。全国で本当福島の二の舞をさせないということで私たちも一生懸命です。今日は隣にいる大川達子さんは本当農業が大好きで土を汚されてしまったって本当泣きながらあの3年前には訴えに来ました。その時の私たちの涙はどうなっちゃったんだろうっていうことで、本当に今はもう首相も変わっちゃって安倍なんて私名前も言うのなんか本当に鳥肌立つから言いたくないですけど、本当おぞましいやつで、今磯村国の事件も本当大変なことになってるのは分かるけど、それは自業自得でしょって言いたいですね。あの原発事故に限っては私たちは本当いろいろ知らないところでどん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 進められてきたっていうのもあるし、今でも私たちがとにかく止めなければ、次の再稼働を止めなければならないっていうのは福島の現状を見てっていうか、そこで住んでるから私たちは声を大きくして言えることなんです。とにかく汚染水とか、あ、二の口さんこっち、あ、ごめん、なんか嬉しく、あ、すいません、本当にあの汚染水っていうと単なる下水道の汚染水っていうふうに思っちゃうのかもしれないけども、私たちのその伝え方、汚染水にしろその放射線の線量にしろ、こう伝え方をこう変えていかないかならない時なのかなって。皆さんここにあの一緒に行動されてる方はもう汚染水線量っていうことでピンピンっていうことでそれだけの言葉でもOK だから、私たちもいろいろはしょりながら喋っちゃうんですけども、本当にあのこの間渋谷のハチ公前でちょっと初回裁判の話もちょっとさせていただいたんですけど、本当にそちらの顔、私は一応あの東北なばりで日本語で喋ってるわけなんですけど、ほとんどの人に伝わらない、わからない、だからわからない人にどういうふうに伝えればいいのかっていうことで、私たちはこれからちょっと言葉の改革もしなきゃなんないのかなって思います。やっぱり安倍がホイホイあい嘘ついてるんだから、私たちは嘘つくことではなく真実をあのみんなが分かりやすいように喋っていきたいと思います。皆さん今日はありがとうございました。共に頑張りましょう。よろしくお願いします。今回ですね、あの労働組合の皆さんも駆けつけております。ご紹介したいと思います。はじめにですね、今回の賛同団体ではあります全労協の方から短い時間、
定前抗議行動に参加されました、全国の仲間の皆さん大変ご苦労様です。全国労働組合連絡協議会を代表いたしまして簡単にご挨拶を申し上げます。原子力規制委員会前での抗議行動も私ども全農協として、組織的に取り組んで、来ております。本日の夜におきましては日比谷図書館コンベンションホール前で全農協の脱原発集会を開催する予定でおります。今年の2015年春闘を脱原発春闘というふうに位置づけまして仙台原発再稼働、そして、関西電力と高浜原発再稼働に反対して何としても訴訟していく、こういう立場で労働組合として取り組んでいく、将来に禍根を残さない、将来の子どもたちの未来にを取り、今こそ大人たちが責任を持って、この脱原発社会を実現していく、そういう決意のもとに皆さんと連帯して戦い抜く、このことを申し上げまして簡単でございますが挨拶をさせていただきます。通り変えましょう。はい、引き続き、原発をなくす全国連絡会の事務局の森本さんが見えておりますのでご挨拶お願いします。皆さんお疲れ様です。今なお福島では12万人の人たちが避難生活を強いられています。また庄備の課題の汚染水の問題は凍土壁、アルプスなど一向に効果が上がっていません。また福島第一、第二原発事故、第二原発では続いて人が死亡するという事故も続発しています。このような中で原発の再稼働などは断固として私は許すことはできません。今現在11電力会社14原発21基の原発が適合審査の申請をしていますが、私は避難計画も十分に立っていない、そして避難計画が審査の対象になっていない、このような適合審査をやめるべきだ、そのことを声を大にして言いたいと思います。私は原発をなくす全国連絡会の事務局をしています、全労連の森本です。私たちは3月8日に首都圏反原発連合さよなら原発1000万人アクションとともに日比谷野外音楽堂国会包囲の大行動を成功させ、この原発ゼロの社会ぜひ皆さんと共に実現させたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。そろそろですね、鹿児島の方たちと福島の方たちが見えるかと思いますので、その前にここでコールいきましょう。官民手帳お願いします。どうも皆さんお寒い中ご苦労様です。私も鹿児島現地そして福島の方々見られるということで仕事早引けしてまいりました。とてもじゃないけどこんなのうのうと時間いっぱい仕事なんかしてられるご時世じゃないですね。ここはもう断固たるノーを突きつけてやろうじゃないですか。シェブレヒコー原発やめろ、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 安倍政権は原発やめろ、安倍政権は原発やめろ、原発反対、原発避難計画のない原発、避難計画
が見たって危険な原発、仙台原発再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、政府は責任取ってない、福井市事故の責任を、政府は責任果たしてない、福井市事故の責任を、政府は責任果たしてない、政府は被害者に保障しろ、福井市事故の保障しろ、原発やめろ、今すぐやめろ、原発やめろ、全てをやめろ、次にですね、今日皆さんが持ってる蝶々、ひらひらと舞ってる蝶々を作ってくださったタンポポ社の奥野さん、アピールをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今ご紹介いただいた、あれで、これの実はですね、これ辺野古の辺野古のチェーンの時に、面白いと思って、これの女の人たちが集まる特別な会ですので、せめてこういう飾り物で少し、そういう良さを表したいと思って作ったもので、これ下を持ってね、こうやって汚すと、揺らすとあれします。でこれはまああのあれですけど、最近のちょっと経験で、あそこに高浜原発反対のあれで、車を18台並べて、署名に入って、それで署名をもらっていくという運動に参加してきました。それは先週の土日です。関西の人たちが行った行動だったんですけど、私は、大井原発の再稼働、最初の再稼働がある時に、その年9回ぐらい大井に通ったんですけど、やはり大井は本当にもう電気会社に、電力会社にやられててしまっているというところで、本当に絶望みたいなものを感じながら、気が重くなりながら行きました。それがどんな風に変わってるのかってことを今回ちょっと気がついたことがあるので、まあ悪い話ではないので、お知らせしたいと思います。それは高浜で最初の日は駅に着いて、それでそれから駅の向こう側を署名トントンと叩いてやりなさいということで、署名簿を持って、そして21日に小畑さんや、土田先生や日原総理さんたちの講座が、講演会がありますので、そういうチラシを持って歩きました。それで最後の一人、やっぱりダメなんですね。で、お留守の方が多かったんですけども、それでもやっぱり入ると、もう関係、会社の関係のものですからとか言われて、パタンと閉められるとか、僕は最後のところ、最後という最後になっちゃったんですけど、その人に入った中に入ってくださいって言われて、そしてあれ話をしてたらば、僕も本当に悪いと思うんです、原発はいらないと思うんですっておっしゃってて、それでじゃあこれ署名お願いしますねって言ったら、これ僕は最初ですか、これ近所回ったら分かっちゃうってことですよねって言われて、それでじゃあしょうがないからね、これは一つだけにしときますとか言ったんですけど、奥さんが出てきてね、奥さんに相談持ちかけて、やはり奥さんがね、やっぱりやめといてって、なんか息子夫婦が そこの原電に関係ある会社に勤めてるなんて言ってました。それで次の日、でもそれでもね、そのぐらいになったんだなと思ったんで、それとあと次の日に行ったらば、今度はやはり年配の おばあさんのところに行きましたらば、私もね、悪いと思ってるのよね、原発っていうのはって、それでね、じゃあで署名してくださいっていうことでしたらば、はい、署名します、でもこれみんなしてるっていうから、ちょっと嘘
っとそっぽりになってポチポチありますねって言って、その前に一人ちょっとあったもんですからポチポチありますって言おうと思ったんですけど、そういうことがあって、本当に100人に1人っていうところあっという間に3人取れたんですね。で、私もね、前行った時はあれで、ところが他の人に言ったら、本当に再稼働 の賛成のやっぱり電力会社側の人が行ったところにもう1人行ったの女の人ですけども、その人がね、私が行ったところはね、もうあなたたちよくこんなところにね署名なんか来られたわねと、私たちは橋も作ってもらったしね、道路も作ってもらったからのおかげでこうやってるのよって、それで今ちゃんと漁師さんたちもすごく大事にしてくれるのよって電力会社はって言ったんで、その方はお金ですかって言ったらば黙っちゃったという話で、やはりすごいありますけど、私はやっぱりこの間いろんなことがあって、私たちが力で伸ばし伸ばし来てますよね。でもその伸ばしてる間にやはり皆さん少しずつ学習してくれているんだなってことをね、つくづく感じました。それと、いかだにちょっとみかん狩りのお手伝いで行ったんですけども、その時はやはり帰る時に年配の方でみかん作りしてる方が来て、ここにいかだ、今この時期にいかだ原発で何かあったら全部そこから放射能がここに来て山にぶつかって私たちここのみかん畑は全滅するんです、だからよろしくお願いしますって言われましたんで、いや私たちの願い力だけじゃできない、やっぱり現地の方々に頑張ってもらわないと、助っ人に来るのにっていうのはなかなか限界がありますのでと言ってまいりましたけれども、いろんなところでやっぱり原発は嫌だ、ダメだ、危険だっていうようなことだいぶ広まってきております。それはやっぱり私たちが頑張ってこう長々とその再稼働させないようにいろんなこと手を尽くしてやっていたことの成果だなって、なんか最近そういうふうに思う、ちょっと去年の段階ではいろんなことがあったもんで、本当絶望のどん底みたいなところもあったんですけど、やっぱり少しずつやってるってことはね、大したもんだななんて思ったりもしてます。やっぱり仙台原発止めて本当にやっぱり日本の動き、それからいろんな考え方少しずつ変えていくしかないって、本当にそんな思いを新たにしております。すいません、長くなって以上です。小倉さん、ありがとうございました。内閣府に申し入れ書を渡してきたお話をお願いします。はい、飛び降りすみません、今鹿児島論たちがこちらの方に向かっておりますが、内閣府の方にですね、内閣総理大臣安倍晋三、現職防災担当大臣殿という形で福島の論たちの抗議文を今お渡しすることができました。残念ながら経産省がですね、ここだけ、我々の全国から寄せられた抗議文を受け取らないという、時代になっております。規制自体ともですね、受け取るにもかかわらず、本当に今の経産省はですね、自分たち関係ないんだ、エネ庁だろうんだかんだ、ちゃんと違うんだっていうようなね、知らんぷりしてるんです。本当に今ここが経産省悪いですから、皆さん抗議していきましょう。発情しねもうしばらくお待ちください。到着したらご報告できると思います。参議院幹事の方が終わりまして、今こちらに向かっていますので、ちょっと目のいい方はそろそろ見えてくるのではないかと思いますが、急いで来てくださいと言っております。ではちょっとつなぎに山田さん、いいですか、カザッサお願いします。カザッサはライダーです。ですが、ちょっと鹿児島の、ね、仙台行った時に、ちょっとお怪我をされたんですが、早くも復活して原発再稼働させるために動いております。ちょっとお願いいたします。皆さん寒い中ご苦労さんです。私は再稼働阻止ネットワークの山田です。そして担当者の山田でもあるんですけども、アイデアの山田と言われてます。皆さんが今日持っているこれですね、これ今日私が作ってきました。それからその全国から集まっている激粉があると思うんですが、これも私が実はオートバイで全国回って集めてきました。そして、はい、ありがとう。要するにですね、
もっともっと多くの人が反原発の運動に参加してほしいというのが私の願いで、そのためにはいろんなアイデアを出して皆さんの知恵を結集して、そして新しい大きな運動にしなきゃいけないと思っております。ですから今後も私は例えば銀座の日曜日歩行者天国ってありますね、もうちょっと変わりましょうか、ああいう歩行天の ど真ん中でですね、パレードをやりたいというような夢もあります。そしてもっともっと多くの人たちが我々の反原発の運動に参加することを願ってます。で、皆さんご存知だと思うんですけども、昨日人質問題が大騒ぎになったけども、このことでものすごく不思議なことがあるわけです、うん、なんで日本のマスコミは本当のことを言わないのかと。そうだ。そして安倍の策略にみんな騙されてるじゃないですか、日本中の人が。そうだ。後藤さんが殺されたのも全部安倍のせいじゃないんですか。そうだ。そしてそれを黙ってしまう日本のマスコミ、これを許せない、うん、もっともっと声を上げて安倍がやっていることやったことを日本のマスコミはどんどん検証しなきゃいけない。そうだ。これからも日本人は世界一騙されやすい日本人なんて言われないように、騙されないように彼らのやってることを一つ一つ検証して、そして新しい運動をやっていきましょう。頑張りましょう。おお、野田首相って言いましたね。野田義彦という前首相は何やら我々の声を大きな音だねと言ったそうですけどね、だったらとびきり大きな音で聞かせて何言ってるか聞かせてやろうじゃないですか。しかし経産省受け取らなかったのはひどいですね。ちょっと一言言わせていただいてよろしいですか。木村飛行、経産省は恥を知れ、経産省は恥を知れ、申し入れ書は受け取らない、申し入れ書は受け取らない、経産省は恥を知れ、経産省は恥を知れ、原子力マフィアは恥を知れ、原子力マフィアは恥を知れ、原子力マフィアは恥を知れ、受け取り拒否は恥を知れ、申し入れ書は受け取らない、経産省は恥を知る。ありがとうございました。じゃあどうぞ。一番悪い東電に対する戦いを今日の最後皆さんと共に、戦っていきたいと思いますので、ぜひお集まりください、もうじき鹿児島の方々、福島の方々が来ると思いますので、明日、院内交渉と院内集会において、詳しい報告ができると思いますので、明日ちょっと天気が言ってもいいようですけれども、11時半からは霞ヶ浦出発のデモ、12時半からは院内集会、1時からは議員養成行動、2時からは参加者皆様方からのご発言交流という日程になっておりますので、ぜひですね、厳しい寒さではありますが、今日最後まで東電本店合同講義をですね、皆さんと一緒に、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。マイクを司会の方にお返しいたします。皆様お待ち遠さまです。陽性が入ってまいりました。大変お疲れだったと思います。ご苦労様でした。とりあえず先に疲れました。今日の発言予定の、武藤瑠衣子さんにお話を聞きたいと思います。お願いします。ごめんなさいね、疲れた到着ですぐに。
皆さんこんにちは。こんにちは。福島原発いらない福島の女たちの武藤瑠衣子と申します。今日はですね、参議院議員会館の方で各省庁にさまざまな要請をしたことに対する回答が行われました。私は原発いらない福島の女たちとそれから鹿児島の女たちのそれぞれから出されたものだったんですね。それで私は福島の女たちの質問に対する答えについてお話をしたいと思います。私たちはですね、福島のような未だに12万人もの人が家に帰ることができないような本当に大きな事故が起きたにもかかわらず、その事故の教訓を踏まえようともせずにどうして再稼働をするのかということでした。それからですね、はい、そういうことについて、それからこの原発事故の責任というものを一体どう考えているのかということを質問してきました。で、それに対して、規制庁ですね、規制庁、それからですね、内閣府、そして、経産省が答えを言いました。で、それはですね、皆さん本当に縦板に水のようにスラスラといろんなお答えをするのですけれども、お互いの省庁に対して責任をなすりつけ合うようなですね、自分たちの責任をきちんと自覚していない、そういう答えでありました。非常にそのことががっかりすることでありました。そして、彼らの答えとしてはですね、なぜ再稼働をするかというと、日本のエネルギーは自給率が 6% しかないということ、それから温暖化の問題に原発が答えられるということ、それから経済性の面からコストが低いということ、そして国民生活のためにバランスの良いエネルギーの安全保障をするためには再稼働が必要なんだということを言うんですね。原発事故前から言われている本当に使い古されたような、そういう言葉でまた私たちをごまかそうとしていることに本当に憤りを感じました。私たちとしてはですね、この安全性、そしてですね、安全性を確保して原発を動かすということを言っていますけれども、安全性を確保するということはですね、原発を動かさないということです。福島の人たちから事故の当時のお話がたくさん出されました。水がなくて本当に生きるか死ぬかの思いだったということとかですね、いざとなったら誰も逃げられないんだということとかですね、そういった具体的なことがたくさん出されました。そしてこの原発事故の責任に関してもですね、今回はその独立性のある規制側を作るということで責任を取るんだということを言っていますけれども、本当に責任を取る、原発事故の責任を取るということは原発をやめることしかないんですね。私たちはそのように思いました。そして今日の回答に関しては本当に何一つ納得できないものばかりでした。私たちはやはりここで叫ばなければなりません。もう原発はいりません。原発事故というのは本当にたくさんの人の幸せを奪うものです。私たちの安全で幸せに暮らすために、そしてこれからの未来世代が安心して生きられる世界を作るためには、原発は今すぐなくさなければなりません。そのことを福島の女たち、そして鹿児島の女たちとともに強く確認する、そういった会でした。これで報告を終わります。あとは鹿児島の方たちから詳しくお話を話していただきたいと思います。どうも皆さんありがとうございました。鹿児島もうちょっとだけ少し待ってください。その一旦にですね、すいません、もう一方、ほんの一言でいいです。どうぞ。今交渉に参加してきました。で、環境省最初だったんですが、私は言いました。福島原発事故から何を学んでるのか。まだ事故は収束してないし進行中だし、もう何もかも行き詰まってる中で再稼働なんてありえない、そこをまず強調します。
それから規制庁に対してはよく皆さんもお聞きになっていると思いますけど、世界最高の安全基準をもとにって言ってるんですね。そのことは具体的にどうなんだって聞いたら、実際はほとんどなったらかんたら福島原発事故から学んで新安全基準法を作ったとか言ってますけど、とにかく説得力ある中身がないんですね。私がその防災計画もないのになんで世界一の安全基準なんだって、アメリカではそれをちゃんと言ってるじゃないかと、それどうなってんだって言ったら、アメリカはアメリカ、日本は国の事情がありましたなんて言って、そんなら世界一のって基準なんて言えないじゃないかっていうことをと言いまして、以後そういうことそのことは言わないでくれって釘を刺しましたので、皆さんもしそういうことを規制庁でもし言ったら私に言っていただくか、私も気がついたらばもう文句言いますので、はい、以上です。あといろいろありますから、その他仲間の人言ってください。はい、一言、今、川田真澄さんに一言、鹿児島が今、横断歩道を渡ってきますので、その間だけでも、はい、あれ、こっち、反対だ。いや、中へどうぞ、中へどうぞ。先ほど、すいません、くるっと回っていただいて、こういう感じで、そうです、ありがとうございます。なんか政府関係者は、内閣府の方は、原発で避難したときに水が大丈夫だと思ったらしくて、私は全く水なんか本当に最初も私たち体育館に避難したんですけども、多くの町からだいたい40キロ離れた体育館に避難したんですけど、でもそこは新しい体育館で水が出ませんでした。だから水を飲めない方、特に体の弱い病人が、老人はもうだんだん本当に倒れていきました。おかげさんで私の腎臓もなぜか夫にあげてしまいました。本当にそういう事実があるということわかんないんですよね。政府は、内閣は、もう原発の避難っていうのは簡単ではありません。もう必死になって、さっき体の弱い人、足の不自由な方は避難をしないでシェルターにいるということを言われたんですけど、そんな簡単ではありません。大熊でも太部病院とかところの病院では患者さんが避難している間に亡くなっていきました。皆さん、避難なんて簡単じゃないです。原発はやっぱり止めるしかありません。再稼働はしないで人間を守るべきです。よろしくお願いします。皆さん頑張りましょう。それでは お待たせいたしました。鹿児島の原発の鹿児島の女たち、まだフレッシュな立ち上がったばかりの皆さんです。仙台原発現地でもう長いこと反対運動に尽力していらっしゃいました、鳥原さんから今日の報告、そして何人いらしているかなどちょっとご紹介いただければと思います。お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。鹿児島から参りました、鳥原と申します。私たちは総勢17名、で参りました。申し入れ要請書を前4月のうちにお渡ししてたんですが、それに対する今日回答をいただきましたけど、本当にもうおざなりというか、本当に情けない回答で、もうがっくりきました。ですけれども、先ほど小畑さんがね、福島の現実をお話ししてくださったりして、初めてそれを聞くうちのメンバーもいまして、福島がこんなに大変な状況なのに、なんで国はね、私たちの願いを聞いてくれないのか、そういうことを思ってきました。私たちは避難計画というのは検証するところがないので、検証する期間を作ってくれということも要望しました。そうすると避難計画は
自治体に任せているから自治体がやるんだと言ってるんです。自治体がお粗末だから計画立てましたりするけれども、私たち住民にとっては大変お粗末な避難計画です。でこれを完了したと言って受け入れる内閣府首相がおかしいということを申したんですが、これは自治体に任せてるというのみでした。でそれとこのように福島原発事故の後は検証がなされてない、後始末もできていないから、もうそれに原発は非常に不経済で、それからエネルギーとしてあまり良くないと私たちは思っております。それで仙台原発の再稼働はしてほしくない、そして廃炉の道を探るべきだという意見に対しては、自分のそのお答えに対してはベースロード電源だから原発は進めていくということでした。もうガクッと来ました。それと今福島の中で子どもたちの疫学調査をやってますよね、健康調査で。それはもう福島の事故があってからそれを基礎とするという具合に、事故があってからのその疫学調査の結果を基礎とするというのがあってます。それおかしいんですよね。もうすでに放射能の影響を受けてる、そういった結果を基礎とするというのはおかしい。だから今私たちも仙台原発、私も仙台原発から12キロのところに住んでますが、もう30年稼働してるんです。それで私たちの町ももちろんその大事故でなくても少しずつ影響は受けてます。ですけれども大事故の前に疫学調査をして、それを基礎としてほしいということを言いました。ですけれどもそれは一応関係省庁にちゃんとお伝えするとはね、はっきりと言ってないんですが、担当が違うとかそういうようにお答えでした。そのような今思い出すところはそのあたりですかね。まだありましたかね。まだたくさん申し入れしてたんですけれども、皆さんだいたいこのようなところで、はい、愕然としたお答えでがっくりしてます。ですけれども、私たちは諦めずに仙台原発を廃炉にしていきたいと考えてますので、皆さん本当によろしくお願いします。再稼働絶対反対です。女たちで盛り上がったところにすいませんが、ちょっと一言、関電の社長と同じ名前の八木さんがですね、一言すいません。はい、一言です。私たちは何としても仙台原発の再稼働を止めたい、絶対止める。池田原発の再稼働も高山原発の再稼働も全国の原発の再稼働を絶対許さない。そのためにも仙台原発の再稼働を絶対許さない。そのために私たちは今何をすべきでしょうか。とにかく九電に再稼働のボタンを絶対押させないということです。そうか、私たちは九電に行かなきゃいけない。3月2日九電本店行動が311鹿児島実行委員会によって提起されています。何としても全国の私たち一人一人がまさに仙台原発再稼働をめぐる当事者として、私たちの一人一人の命と思いを持って九電本店に行こうではありませんか。3月2日九電本店に乗り込んで私たちの一人一人のこの意思と決意を徹底して九電に突きつけようではありませんか。どうか皆さん3月2日九電本店行動に結集してください。そして311鹿児島市から呼びかけられている署名、鹿児島の30キロ圏の全自治体の住民の前に九電は出てこい、出てきて説明をしろ、そして本当にどういう得てみろという、そういう要請です。その署名にもぜひ協力してください。そしてそれをもって3月2日九州の福岡九電本店にぜひ結集しようではありませんか。よし
これだから東京地下行きたいな。この署名用紙は皆さんにお配りした中に入っていると思いますので、あのお手元資料がありましたらご覧ください。今日と明日の報道の参議院会館などに撮るときに力をお借りしました。福島美都子さん応援に来てくださいました。一言よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。社民党参議院議員福島みずほです。今経済産業省、規制庁、そして内閣府と交渉をしてきました。福島の女たち、鹿児島の女たち、両方本当に思いを伝えたというところです。福島の女たちからは被害を分かってるのかと、一旦原発事故が起きてどんな目に遭うのかという純切な怒りの声が出ました。鹿児島の女たちからは仙台原発動かして大丈夫じゃないと、避難計画だって安全指針だって耐震指針だってどうなんだという本当に不安のと怒りの声がぶつけられました。なんとかこの交渉を踏まえて、また次やりながらですね、仙台原発再稼働反対を何としても実現していきます。仙台原発については今裁判で係争中です。桜島も形状が変わるほど今火山活動が活発になっています。何としても仙台原発の裁判で勝つように、そして国会の中で行政交渉などを通じて仙台原発何としても止めるように頑張っていきます。この間、というかですね、北海道の幌延と、岐阜県の瑞浪の、高レベル廃棄物、使用済み核燃料の廃棄物の地層処分センターに行きました。政府に聞きました。どれぐらい使用済み核燃料保管できると考えているのか。答えは1000年でした。キャスクが、持つのが1000年であると。それ以降は地下水と触れるが地表より300メートル下だから大丈夫だというのが答えでした。とても信じられない。私は1000年も持たないと思っています。しかし1000年持つとしか言えない今の政府の答えを聞いたら、なおさら使用済み核燃料これ以上絶対に増やしてはならない、そう思っています。原発再稼働反対、仙台原発どんなことがあっても再稼働させないように力を合わせていきましょう。私も頑張ります。ありがとうございます。どうもありがとうございました。皆様長い間寒い中本当に今日はありがとうございました。ここの官邸前講義は一応これで終了させていただきます。寒い空でも皆様の熱い思いで何か体がなんか熱くなってきました。ありがとうございます。この後、よろしくなる方はぜひ宮殿講義有楽町の駅前です。いっぱい人が通りますので、でも振り返って聞いてくれます。有楽町、宮殿講義、そしてその後の東電講義、そして、雪でも私は、私たちは、デモをいたします。霞が関も、雪が降っても、講義のウォーキングをいたします。ぜひご一緒に歩きましょう。